スカイエーパーフェクトボーリング、今回は千葉県印西市にあります愛嬌ボールより愛嬌ホームプレゼンツプロボーリングレディーストーナメント2022の模様を4回にわたってお送りしていきます。解説していただくのは実に優勝28回、そして全米クイーンズ2連覇の偉業を達成されましたおなじみの杉本勝子プロです。杉本さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。改めて新設された大会ですけれども、はい、杉本さん、こういった大会の雰囲気などいかがですか？たくさん今回出てますので非常に賑やかですよね。はい、そうですね、はい、はい、そういったところね、選手の姿も楽しんでいただければと思います。はい、そしてレーンサイド選手の状況など伝えてもらいます。今回スペシャルリポーターです、加藤優也プロです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。加藤プロ、普段はご自身がプレーされる側ですけれども、今回その選手の様子を伝える側です、いかがですか？はい、普段より投げるよりかなり緊張してますけど、はい、もうちょっと慣れてきたんで、はい、より的確にお伝えしたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、改めてですね、大会の形式を簡単に説明していこうと思いますが、はい、準々決勝までに36人が残っています。で、基本的にはトータルピンで上位の選手を選出していきます。準々決勝から準決勝に行くのが18人、そして上位5人がさらにテレビ決勝へと絞られていくということになっています。はい、テレビ決勝はステップラダー方式で行われるということです。さて、この準々決勝ですが、同ボックス2位に4人が投げ込んでいきます。杉本さん、これどうですか？はい、最初こう投げてるうちはいいんですけど、はい、レーンのアウトはちょっとレーンが変わるのが早いと思うんですよ。はいはいはい、で、今度はどの辺を投げるか、はい、早く掴まないとちょっとローゲームしちゃうので、はい、その辺ちょっと様子見たいですね。なるほど。加藤プロ、ちなみにこの同ボックスで4人、待ち時間も変わってくると思いますが、いかがですか？そうですね、落ち着いて投げれるんじゃないかなと思います、逆に。はい、なるほど、しっかりと考える時間も取ることができると。そうですね。なるほど、そういったところで、ね、同ボックスで4人がこれから投げ込んでいくということです。さて、今回はね、話題になっているのがオイルコンディションなんですよね。はい、50フィートということで、杉本さん、改めていかがです？初めてなんでね、はい、やはりね、5番ピンが飛びそうもないっていう人もいましたからね。はい、早くオイルの中に通すと、なんていうのかね、スレードするっていうんですか、なんていうんですか、こう、そうですね、抜けていってしまうような、ね、はい、うん、そうになってしまうし、だからポケットよりも1番ピンのど真ん中を狙う感じで投げるといいストライクは来るっていう。じゃあ、ちょっと厚くいくようなイメージになるってことですね。はい、そういったふうにちょっと狙っていくのが一個ポイントになってくると、はい、いうことですね。まあ、そういったところ選手たちも、ね、戦術面変えながら臨んでいる準々決勝です。それではこの準々決勝の第4ゲームからご覧いただきます。愛嬌ホームプレゼンツプロボーリングレディーストーナメント2022、この大会の賞金総額は800万円、優勝賞金は200万円、またパーフェクト賞として5万円、さらにテレビ決勝で見事パーフェクトを達成しますと100万円が加算されます。予選終わりましたけれども、改めて姫路プロの今の状態、気持ち教えてください。全然足りないです。昨日もっと打ち上げとくべきところなんですけど、最後のゲームを150台で終わってしまって、しかもその決勝レーンで8-10が3回も出てしまったので、ちょっとイメージ悪く終わってしまったことは残念ですけれど、初日にプラス30だったものを昨日プラス70しましたので、今日はプラスもっとできるように頑張ろうと意気込んできました。苦労されたといっても百戦錬磨の姫路プロだったら何か策があるんじゃないかなと気になってるんですが、教えてもらってもいいですか？はい、ご観戦に来られた方からも、ここからでしょ、まだ爆発するんでしょって信じて期待してくださってる声をいただきましたので、裏切らないように、今日ドラマ作りたいと思います。昨年30勝の大台に到達しましたけれども、今シーズンがご自身にとってどういう1年なのか教えてもらっていいですか？はい、すごく大きな
一括り段落を迎えてしまった、その達成感があまりに大きいので次の一勝が遠のいてしまうんじゃないかという不安を抱えています。今年中にこの愛嬌ホームプレゼンツで31勝目を迎えなければならないと使命感を感じています。ご自身としては所属もフリーになりました、そういったところではいかがですか。はい、本当に応援してくださっている方がいらっしゃるからまだ頑張れています。新たな一歩を踏み出した私もまた違った魅力があると思ってもらえるように、今年の姫路もまだいけるなと思ってもらえるようなストライクを続けて皆様に拍手をいただきたいと思います。では最後の質問です。今大会新しい大会ですよね。初代女王、やっぱり姫路さんが一番期待されると思うんですが、そういったところに向けてご自身の気持ち、意気込み教えてください。はい、現在のトップのホストプロであります川崎優衣プロが頑張っているように、若いプロの勢いがものすごいので、ちょっと今現段階では遅れを取っていますが、やはりベテラン粘り強いな、諦めないなと視聴者の皆様に思ってもらえるように、熟練の技で対応したいと思います。さあ、これから準々決勝の第4ゲームお伝えしていきます。この準々決勝第4ゲーム投球するのは予選の25位から28位という4人です。さあ、去年は30勝の大台に達した姫路うららプロ、1投目ストライク発進です。ここはですね、はい、ちょっと遅めになってますよね、はい、もしかしたら姫路さんいいんじゃないですかね。さあ、続いて佐藤正美プロ、第1フレームの1投目です。佐藤さんはちょっと中目投げる、あ、中ですね、やっぱりね、佐藤正美プロもストライク発進です。もう姫路さんはもう外5枚ぐらいから、佐藤さんはもうもっと中目でしたからね、はいはい、続いて吉川智恵プロです。さあ、吉川プロの1投目、ここまで2人ともストライク発進で来ているというこの中継レーンでは4組目ということになっています。準々決勝の第4ゲームです。あ、ここもストライク、吉川プロもストライク発進で す、いいです、ね、はい、そして途中経過が今手元に届きまして、はい、第3ゲームを終えて1位中島瑞希プロ、あ、いいですね、はい、で第2位に下井出香奈プロ上がってきまして、はいはい、続いて第3位が堀井遥プロ、うん、で第4位松永ひろみプロ、はい、第5位ちょっと落ちました川崎優衣プロ、はい、ということになっています。下井出さん188で2位に上がってて、その下が悪いんですよね。皆さん、川崎優衣プロが第3位148なんですよ。あ、どうしたんでしょうね、はい、まあ、ホストプロというところで注目もされていまして、予選1位通過だった川崎プロがちょっと第2第3とね、ちょっと悪いですね、下がってきているのが気になります、はいはい、ここはスプリットが出ちゃいましたか。姫路さんね、右は曲がるんですけど左はそんな曲がらないので どうなるか。ちょっと21番レーンでの投球です、うん、あ、大丈夫そうです、はい、ここのレーンは打ちそうですよ、はい、姫路さん、これで左右で結局ストライクを取ったというね、はい、取りましたからね、しかもそれぞれの1投目で取っています。取ってますね。姫路さんは193-200ですか、その前ね、はい、第1ゲームで267というねスコアも出していました。あ、ここはスプリット狙いに行ったんですが、はい、オープンフレームを作ってしまいました佐藤正美プロ。佐藤正美さんは29位ですか、はい、あまり良くないですね。そうですね、でこれから投球する吉川プロが25位という途中経過になっています。あ、そうですね、アスパ入りました、あ、倒れました、ピンアクションで倒れた、ストライク、笑顔が弾ける、これは救われたというようなそんな表情を 見せました。吉川プロ、そして姫路プロ、この2人がダブルで発進しています、うん、ダブルスタートを決めている。そして土屋由香プロ、ストライクです。土屋プロもダブルでスタートを決めています。この投球です。
オープンフレームを作ってしまいました佐藤正美プロ。第3フレームの投球です。惜しい天秤でした。そして次に投げるのが現在途中経過16位という姫路うららプロ、ターキーです。はい、来ましたね。合ってます、はい、中継レーン合ってます。合ってます、はいはい、佐藤プロしっかりとスペア、まあ、こういうミスをしないことが大切になっていく。はい、ただ佐藤プロの順位からいくとやっぱりビッグスコアが必要になってくる立ち位置ではありますよね。そうですそうです、はいはい、第3ゲーム終わって29位という暫定の順位です。ちょっと落としてますのでここで頑張らないといけないでしょうね、はい、吉川プロです。吉川プロもターキーです、うん、これ60ピン18位までで60ピンなんでここでビッグゲーム打つと、はい、あと1ゲームあるんでね。そうですね、大チャンスですよね。まあ、そのいわゆる第5ゲームに望みをつなぐためにもこの第4ゲームってものすごく重要ですね。大事なんですよ、一番大事なとこですね。土屋由香プロは、ね、こちらもターキーです、はい、ちょっとなんか打ち合いの様相を匂わせるような序盤の展開になってますよ。ですね、はい、そういった中で少し一歩で遅れてしまった佐藤正美プロ、ここから立て直していきたい。ストライク、佐藤さんだけがちょっと3人より中め投げてるんでね、はい、うん、さあ続いて予選ではこのオイルコンディションの難しさも感じたと話していました姫路うららプロ。ああ4連続です、はい、ふうと大きく息を吐きました。4連続を決めています。ここはちょっとよそよりも曲がりが出ているので、はい、姫路さんなんかは楽なんじゃないですかね、はい。さあこちらも4連続を狙っていきたい土屋由香プロ。土屋さんは経歴がねまたちょっと特殊なんですよね。もともと40期生で2007年にプロ入りしたんですが、その後 JPBA を脱会して今年の54期生としてまた入っているというね、はいはい、経歴の持ち主です。今年のプロテストでは2位で合格を果たしています。続いて吉川プロ、厚く入りました。ちょっと首をかしげたか。さあそして続いては5連続なるかという姫路うららプロ23年目。ああ惜しい、天秤が残ってしまいました。ちょっと中通っちゃったかな。ただ上々の滑り出しを見せています。あとこれはスペア取れませんね。やっぱり流れました。 あ、はいね、あれが怖いんですよね、はいはい、もう今日は冒頭から再三お伝えしているんですけれどもね。いやいや吉川さんこのミスは痛いです。せっかくね、はい、いい形でスタートしたんです。はい、さあ今度は姫路うららはしっかりと取る。スペアボールで残りの1本沈めました。ミスはしません。続いて佐藤正美プロ、前のフレームではストライクを取っています。狙うはダブル。第5フレームの投球です。あそこだと早いんですよね。曲がってくるかなと思ったら伸びる、はい、なかなかね。あそこだと本当にクロスしないと、ね、はい、ダメなんですよね。中目なんでね。
吉川プロ、前のフレームではオープンフレームを作ってしまいました。しっかり倒しました。スペア佐藤雅美プロ、これは本当にね、レンが、まあ、ボール曲がらないので、はい、本当にセブンピン取りに行くつもりで投げてぐらいで4番に当たるんで、なるほど、あの行けば取れますからね、はいはい、まあ、そういったところをどう計算して投げるか、はい、スプリットをスペアで取ることはできませんでした。はい、もっとなんですね、はい、もっと持っていかない。オープンフレームとなってしまいました。吉川プロの第5フレームです。悔しい結果です。あ、こちらはここまで4連続とストライクが続いている土屋由香プロ、5連続なるか。厚く入ったがストライク、5連続です。いやー、いいスタートを切っています。はい、ここまで序盤から5つ続けてストライク。土屋由香プロは現在のところ31位というね、3ゲーム目を終わっての成績です。でも100ピンぐらい離れてますからね。はい、相当、まあ、でもね、こう望みをというところではね、パーフェクトを狙うぐらいなつもりでいかないとダメですね。さあ、姫路うららプロ、あー、使った、あっと、スプリット、ほんのちょっとしたことでスプリットになっちゃうんですね。はい、さあ、そしてビッグスコアが必要です。現在暫定の順位が総合31位という土屋由香、6連続なるか。あ、残ってしまいました。ピンアクションもそれほど起きませんでした。スペアボールでの投球です。姫路うららプロ、しっかりと確実に1本を取っていくという投球でした。ね、本人は狙ってるんですよ。狙ってるんですか。抵抗じゃないですか。狙うんですけど、はい、ちょっとクロスにならなかったんです。なるほど。あそこじゃダメ、もっと右側に当てないとダメですよね。やっぱり6本カウントっていうのは4本を取るっていうのは難しいですよね、はい、まあ、これがいわゆるその一般的に思われている多い方がっていうのとは違うんだよっていうことなんですよね。多い方は難しいんだよっていう、はい、これはいいですね。しっかりとストライクです。さんもあんまり落としたくないんですよね。今16位ですからね。安全圏ではないです、順位としては。だからホース出てワンミスしちゃったのでね、210ペースですからね、はい、今、うん、ここから続けていこうという、はい、そんな意思表示にも見えるストライク。このミスをすぐ消せば、はい、あのいいんですけどね。そうですね、はい、この後取ればそれを帳消しにできるという、はいはい、放送席、はい、先ほどですね、はい、3ゲーム終わって18位に入ってきた今井双葉プロ、はい、このゲームもですねスペアフィフスということで、はい、だいぶレーンを掴んできている模様です。なるほど。そして加藤プロ、はい、今暫定で5位につけている川崎優衣プロが、はい、ちょっと1ゲーム以降右から下がりになっているのがホストプロ注目されてますが気になるんですけれども、第4ゲームちょっとも後ほど状況分かったら教えていただけますか。はい、見える感じだと、はい、3フレームちょっと我慢して、はい、4フレーム5フレームとダボで、来ております。なるほど、はい、まあ、ここからね杉本さん第4ゲームで、まあ、もちろん上位にはいるんですけれどもですね、はい、こういったホストプロの活躍ももちろん再注目ということになっていきます。今大会が初開催、
愛嬌ホームプレゼンツプロボーリングレディーストーナメント2022。まあ、ここの会長さんがね、はい、とってもボーリングが好きで、あ、そうみたいですね、なんかパーフェクトも出されたとか、はい、すごいですよね、聞きましたよね。でこのような大会作っていただいて ね本当に嬉しいですよね、はい。まあ、そういうやっぱり思いがあってこう選手たちが救われるわけですもんね、はい。でここにはあの女子プロもね、はい、何人か、そうなんです、川崎優衣プロがね、先ほど名前上がりましたが、はい、岩見プロもそうですしね。そうです、そうです、はい。あ、スプリットです。ちょっと中投げすぎですかね、佐藤さんはね。あ、ちょっとね、入ってませんもんね、伸びてますもんね、ボールが。さあ、姫路さん、はい、これを取れば、うん、帳消しになります。これ取れば220以上いくので、はい、ミスを取り返したい、はい、姫路うらら。あ、天秤が残ってしまいました。なかなかね、今までのようにはいかないレーンなんですよね。ポケットは捉えているように見えたんですが、さあこのスプリットをどうするか。いや、これは1本です、はい、テイクワンで、はい。佐藤正美プロは2つのオープンフレームができてしまっています。ね、ちょっと苦しいですね、佐藤さんもね。そうですね。さあ、そして今度はスペアを狙いに行く姫路うららプロ、スペアボールに持ち替えての投球です。確実に取っていきました、はい。ちょっと今16位ぐらいにいると210じゃちょっとね物足りないんですよ、はい、220以上は打ちたいんですよね、姫路さん、ね。オールウェイでいくと236っていうね、うん、予測になっていますから、これを出せるともうラストゲームが楽になるんですけどね、はい。土屋由香プロの投球です。土屋プロもね、ダブルでね、帳消ししたかったところなんですけれども、スプリットですね。吉川プロはここまでダブルで来ています。取ればターキーです、はい、ターキー欲しいところです。はい、熱く入った。あ、熱い熱い。6番と天秤、いよいよ最終盤です。吉川プロの投球、残っているピンは2本です。6番と天秤、しっかりと2つ沈めていきまして、スペアです。最後までね、心配なんですよね、はい、はい。吉川プロは現在暫定で25位というところに位置付けています。第9フレームです。ストライク欲しいんですけど、うん、ストライク、それを倒れましたね、しっかりと、はい、刻んでいきました。杉本さんね、230台欲しいよねっていうね話されていましたんで、はいはい、そうなんですよ。あ、来ましたよ、佐藤プロもストライク、はいはい。そしてこれから吉川プロの投球です。吉川プロはオールウェイでいけば224というスコアが残ります、はい、そこまで持っていきたいですね。はい、熱く入りました。そしてスプリット、こちらはねちょっと遅くなってるんですよ、はい。ちょっとねやっぱ悩みながらうまくいかないなっていうようなそんな表情が伺えます。
ストライクを取りました、はい。まあ、直前でオープンフレーム作ってしまった土屋由香プロ、まあ、この終盤にかけてなんとかそのミスを帳消ししていきたい。いよいよ杉本さん、テンフレというところになりましたよ、はい、この組、はい、ここまでいかがですか。いや、これパンチアウト行きたいところですよ、はい、さんはあのこれ来るのと来ないのではラストゲームが楽になりますから。あ、来ましたね。来ました、しっかり取りましたよ、はい、さすがですね。もう一つ持ってきたいですよ。このガッツポーズです。佐藤正美プロ、あ、惜しい、ダブルなるかというところ。天秤揺れたんですが倒れてはくれませんでした。ここを取ると大きいという姫路うららプロのテンフレの2投目、重心を下げてそのまま投球へ入る。ストライクです。まさにその杉本さんの言葉通りの投球内容、はい、投球結果なりました。230台いきましたね、はい。現在暫定では3ゲームを終えて16位という姫路うららプロ。佐藤プロもスペアを取りました。これで最終ゲームちょっと余裕持って投げれます ね、 そうですね、はい。なるほど、この第4ゲームっていうのは最終ゲームへ そのメンタルの作る一環でもあるわけですね、はい、そうなんです。第4ゲームの最終投球、ストライクで締めた。納得の確信の笑顔を見せてくれました姫路うららプロ、236というスコア。佐藤正美プロも続いていきたい。ちょっと天秤が残るケースが多い。ちょっと中目投げてるんでしょうがないですね、天秤残ってもね、はい。吉川プロです。直前のファンデーションフレームでオープンとなってしまいました。パーキスタートしたんですけどね、もったいないですよね、はい。3ミスですもんね、しました、はい。ダブルも一つあります。あ、そうですよね、はい。もったいないゲームですね、これ。もっと伸びるはずなんですよね、はいはい。土屋由香はダブルを狙っていく7番です。このままパンチアウトすれば土屋由香210という200超えをすることにはなるんですが、はい、順位からいくともっと欲しかったというのが本音だと思います。あのオープンフレームが2つあるので、はい、ちょっとね、さて第4ゲームをお届けしています。予選の25位から28位の4人です。ミスですか。ミスですね、はい。あ、こういったところが、まあ、取れるようになると、でオープン作らないようになるともっともっとっていうところなんですけどね。198というところで結果終わりました。そして最後吉川プロの投球、190というスコアです。ご覧のように4人が投げ終わりました。姫路うららプロやっぱり圧巻の236。そうですね、はい、予定通り打てそうな感じ
でしたもんね、あの1フレーム2フレーム見た時点でね、はい、でこれで第5ゲームがもっと楽に投げることができると、はい、そうなんですね、はいはい、ご覧のように準々決勝の第4ゲーム投球ご覧いただきました。今日当日迎えましたけれども、こう予選を終わってのその気持ちだったりとか、こう自身の状況を教えてもらっていいですか。はい、そうですね、やっぱり今回のコンディションはなかなか女子プロボウラーのコンディションではなかった50フィートというコンディションで、やはり最初の大会に来る前は非常に私には今回チャンスはない大会かなと若干少し弱い気持ちになってたんですけれども、いろいろ作戦を立てたり練習を積み重ねていく中で当日を迎えてですね、私の中ではここまで来れたことは非常に上出来かなと思っているんですが、昨日の前半終わっていい位置につけていたんですけれども、後半4ゲームがとても苦戦してしまって、少しですね上位を目指していくのにかなり今日頑張らないといけない状況ではあるんですけれども、今日皆さんの応援を力にして、上位をまずは5位を目指して頑張れるように、はい、一生懸命投球したいと思います。初開催新設された大会でもありますけれども、皆さん目指しているの初代女王っていう冠だと思います、はい、安藤プロのお気持ちを教えてください。はい、私ももちろん皆さんと変わりなく初代女王を目指したいと思っています。新しい大会ってこうプロの方からするともちろんこのレーン自体使ったことがあったとしても、この新鮮味ってあったりするんですか。そうですね、やはり昨年千葉女子オープンでこちらの愛嬌ボールさんを舞台にさせていただいているんですけれども、やはり愛嬌ボール様の主催の大会ということで、またみんなそうだとは思うんですけれども、違った新たな気持ちでやっぱり第1回目の優勝を狙っていきたいという強い思いがあるかと思いますので、そのみんなの強い気持ちに負けないように私も力強く投球していきたいなと思っています。では安藤プロ、最後の質問なんですけれども、今日私のこんなボーリングを見てほしいっていうのを合わせて意気込み教えてください。はい、やっぱりプロボーラーの中では私はかなり体が小さい方で、なかなかこうみんなに比べては力を出すのが難しいタイプではあるんですけれども、その中でもやっぱりボーリングって体の大きさに関わらずやっぱり違う特徴を生かして頑張っていけば上位に行くことができるんだというところを見ていただいている皆さんにお伝えをできる最高のプレーができたらいいなと思っています。予選を終えましたけれども17位という成績、ご自身でどういうふうに感じられてますか。そうですね、1ゲーム目が150点でスタートして前半はどうなるかなと思ったんですけど、昨日打ち切れたので、はい、良かったなと思ってます、はい、聞いたところによるとその1ゲーム目最下位だったんですよね。私最下位だったら知らなくて、全部前半終わった日に最後に聞いて、途中で知らなくて良かったなって心にダメージを負うところでした、はい、じゃあデラッシュプロとしては別に意識はなかったってことですね、そこからの追い返しとかは。はい、全然なくて、昨日も、打たなきゃいけないなとは思ったんですけど、焦るとあんまり良くないので、打てるときに打とうと思って、それが冷静になれたのが良かったかなと思いますね。そういった中でぐっと押し上げてきての今日予選突破ですけれども、今日なんかご自身の中でトライしたいことってあります？そうですね、その150点が相当効いたので、その反省を生かしてボールをちょっとくすませてみましたので、はい、それが良くなればいいなと思います。今大会新しい大会っていうところで初代女王をかかっております、寺下プロ、ご自身の名前刻むっていうところで思いいかがですか。はい、新しいトーナメントができることは本当に選手としては嬉しいので、はい、その初代女王になれるっていうのはすごい特別なことだと思うので、はい、なれるように頑張ります。まだ18位と、まずは18位目指して、はい、頑張ります。その最大の目標、女王へ向けて改めて最後に意気込みを教えてください。はい、初日の反省を生かして頑張ります。よろしくお願いします。
それでは準々決勝、いよいよ最後の第5ゲームということになっています。はい、予選の17位から20位の4人です。まず最初は安藤ひとみプロ、だいぶ厚く入りましたがストライクです。はい、プロ13年目を迎えました。そして寺下千佳プロ、予選は17位でした。天秤が残ってしまいました。いいところをついていきました。はい、あそこで天秤が倒れるかどうかですね。はいはい、そして佐藤美香プロです。プロ22年目の選手です。佐藤プロもストライク。ここの4人は4ゲーム目がいくつ打ったかですね。そうですね、まだ来てないんですよね。危ないところにいるのと、はい、ちょっと打てば上がれるところにいる人たちなんで、どうなってるかちょっとね、成績来てからにしましょうか ね、 うね、はい、まず第1フレームしっかりとストライクを取った、スペアを取った寺下千佳プロ、はい、そして入れ替わるようにしてキム・ソヒョンプロ、予選は18位でした。今シーズンがプロ4年目、2019年に第52期のプロテストで韓国人選手として初のトップ合格を果たしました。2本ピンが残ってしまいました。まあ、初めて投げるレーンというのは、はい、先ほどのレーンを参考にして投げるんですけど、はい、もしかして遅いとスプリットになるので、はい、ちょっとだけ余裕持って薄めを狙っといて合わせていかないと、はいはい、最初にスプリット出しちゃうとね、はい、大変なんで、だからこのようにちょっとノーフェードしちゃいましたけど、はい、あんまり厚め狙ってスプリット出るよりはこれで合わせていけばいいと思うんですよね。いわゆる怪我をしない探り方っていう。そうですそうですそうです、はい。今の寺下の投球がまさにそうなんですね。うん、同じような感じなんだけど、投げてみて、あ、ここは中が早いなとかね。おお、危ないですね。やっぱり天秤の方いっちゃいますね。そうですね。今日は再三こういうシーンが見られます。キム・ソヒョンプロはまず第1フレームでスペア。ただね、この 1-2-4 っていうこのスペアも今回のレーン難しいんですね。はい、しっかり 1-2 に行かないとね。うん、1番と2番ピンの間を捉えることができるかという寺下千佳プロの投球ですが、はい、残ってしまいました。あれ薄いんですよ、曲がりが足りないんですよね。もっと左なんですね。ねえ、このイージーミスは痛いですね。今何位にいるかですね。まあ、それによってこの、ね、第5ゲームの狙いが、ね、全く変わってきます。安藤プロ厚く入りました。7番ピンは倒れましたが3本残りました。さあ、これからキム・ソヒョンプロの第2フレームです。あ、いいですね。ストライクです。はいはいはい、今シーズンはプロボウリングレディース新人戦で3位に入っているというキム・ソヒョンプロ。あ、そうでしたね。はい、3ゲーム目終わった時、4ゲーム目まだ来てませんけど、はい、3ゲーム目終わった時にね、17位18位にいるんですよ、寺下さんと、はいはいはい、今井さん、寺下安藤さんが16、はいね、9位なんですよ。はい、だから危ないところいるのでね。ちょうど瀬戸際だったんですよね。そうなんですね。14ゲームの点数以下では、はい、ここを楽に投げれるか危ないのかね。早くポケットを探したいですね。あ、ちょっと遅いですね。そうですね。うん、厚めいってますもんね、皆さんね。はい。安田さんも厚めいってたので。さあ、その安藤プロの投球です。第3フレームです。危ないんじゃない、大丈夫。いいところに来ました。大丈夫ですかね。ストライクです。はい、ちょっと中身投げましたかね。はい、
まあ、厚めも意識しつつというね、はい、いいポケットを捉えていきました。わあ、行っちゃいました。 あれが多いんですよね、ここでミス。ただね、今日は本当にこれがある、はい。さあ、そして手元に暫定の順位表が届きました。1位は依然として中島瑞希プロ、はいはいはい、で2位に上がりました松永博美プロ、はいはい、で3位が堀井遥プロ、はい、4位下出香奈プロで、5位にホストプロ川崎優衣プロということで、ね、はいはい、なっております、はい。で今投球しているメンバーの順位なんですが、寺下知花プロがギリギリの18位です。はい、はい。でまあ、それにここね、はい、40分空いてる安藤さん、あ、その下が安藤さんですね。そうなんです、18、19で、ね、続いているんですこの2人、はいはいはい。これちょっと頑張らなきゃんですね。そうですね。で佐藤美香プロが24位、あ、ちょっと厳しくなっちゃいましたかね。でキムソヒョンプロはこの中ではちょっと1人抜けている11位ということになっている状況ですね。大丈夫そうですかね、はい、なんとか、はい、このままいけば大崩れしなければ残っていけるというところ、ね、はい、固くいけば大丈夫ですね、うん、しっかりとストライクです。いいとこ投げてますよ、自分のあったところで、曲がりのあったところ投げてますのでいいんじゃないですか、はい。ご覧のように序盤の3つのフレームが終わっています。ここから中盤へとゲームが移っていきます。さあ現在18位ですよ、はい、寺下さんはね、オープンフレーム作らないで攻めて、あ、このダブル来ました。このダブル大きいですよ、はい。さあ、なんとか生き残っていきたい寺下しかダブルで第3、第4フレームを決めています。まあ、19位と40分あるので、はい、そんなにローゲームしなきゃ大丈夫そうな感じですよね。ここもストライクです。ピンアクションで安藤プロ、うん、ストライクを取っています。安藤さんは今、はい、ダブルでどこですかね。ダブルですか安藤さん。そうですね、ダブルです。そうですね、はい、第3、第4でストライク、はいはい。いや、なんかここの争いも熾烈になってきましたね。そうですね。さあ、そして1人このグループの中では抜けているキムソヒョンプロ、天秤、うん、まあ残るのは天秤ぐらいな感じっていう、はい、いいところ投げてますからね、大丈夫です。佐藤さんはどの辺投げてますかね。アウトですよね。5枚ぐらいですかね。そうですね、外に出ています。5枚ぐらいですかね。ですね、はい、5、6、あ、いいですね。ストライクです、はい、佐藤美香プロもストライク、ダブルとなっています。佐藤さんもちょっとクロスは上手ですからね、はいはい。佐藤美香プロはこれで第2フレームのオープンフレーム、これミスを帳消しした形になりました、はいはい、ですね。キムソヒョンプロしっかりとスペア、ね、難しいと言われている、ね、この中継レーンの、ね、はい、天秤ですけれども、さあ、そして現在18位寺下知花プロ。ターキー来ると楽になりますね。そうですね。うわ、惜しい、ピンが7番ピンが残りました。3連続ターキーとはなりませんでした。いい時でしたけどね、ピンが避けちゃいましたね、はい。あ、ここら辺もやっぱ運になってくるんですか、ね、はい。そうすると追い上げるにはターキーが必要ですからね、はい、安藤さんはね。そして相当打たないと、ね、追い上げを図りたい安藤ひとみプロ。うーん、こちらも一品残ってしまいました。ダブルで止まりましたからね、はい、はい。大崩れだけを避けていきたいという寺下知花プロ、はい、安藤さんに40ピン以上抜かれないと大丈夫ですけど、はい、その下が上がってくるかどうか。いや、そうなんですよね。でもね、はい、その下はもっと差がありますからね、はい、さらに安藤から20ピン空くっていうことになるんですね、うんうん、そうですね、はい、よっぽどビッグゲーム打たないとダメですよね、はい、ただ万々が一ってことがありますからね。ビッグゲーム出る場合がありますから ね、はい。手をたたいた拍手をした安藤ひとみプロ。
ここまではしっかりとノーミスできています、うんうん、ただ目下目の前追いかける背中はテラスたちか。そうですね、はい、さあ暫定11位のキムソヒョンプロ、うん、いいところを捉えた。あ、とってもいいですね、はいはい、両方合っています、はい、さあこれで前半の第5フレームが終わろうかというところ。これから投球をするのは佐藤美香プロ。ちょっと食い込みが甘かったか、薄く入りました、うん、ちょっとまっすぐ出ちゃいましたね、はい、これ残るとまた5ゲーム投げれるので、はい、また5位に入るチャンスがありますからね。そうですね、はい、安藤プロの第6フレームストライクです。来ましたね、はいはい、まあ、安藤さんも頑張れば寺下さんを抜けなくてもその上が、ね、上が落とせばまた分かりませんからね、はい、まあ、この近しいところでいうと16位倉田萌プロ、はい、17位桑藤美希プロ、はい、で18位寺下千佳プロ、19位安藤ひとみプロという ね、だから安藤さんも、まあ、寺下さん抜けなくても上位の方が悪いと可能性ありますからね、はい、できるだけ打つことですね。寺下地下の第6フレームです。ああ、暑かったですか。暑かったですね、ちょっと危ないですね、はい、スプリットがあそこだと出るんで気をつけないと次ね。今4番ピがつかなくてよかったですよ、はい、佐藤プロの第6フレームです。ああ、これは捉えることができませんでした。加藤さん、はい、倉田さんとか桑藤さんのその辺で見えます。桑藤プロはノーミスノーダボです、はい、ダブルはないですけどミスもないですね。ない。倉田さんは倉田プロもノーミスですね。じゃあ安藤さんはチャンスがあるってことですね、うん、となると、まあ、その近しい順位の17位の桑藤プロと16位の桑田プロっていうのは、はい、そこまで大きな伸びは見せていないっていうね、加藤プロのリポートがありました、はいはい、さあ最終の第5ゲームは後半に入っています。これから投球はキムソヒョンプロ、これを取ればダブルです、うん、現在暫定で11位。キンアクションは起きない、うんうんうん、気持ちここ遅いのでね、はい、気をつけないとスプリットになる。4-9って4番9番って残る可能性ありますからね、はい、テラスタチカ、あ、来ましたね、はい、いよいよこの第5ゲームが終わると準決勝進出へというねメンバーが決まっていきます、はい、キムソヒョンプロしっかりとスペア、まあね、ここら辺硬いですね。現在暫定11位です、はいはい、安藤さんはダブルがあってここもう一つダブル目ですね、はい、これ絶対欲しいですよ。18位に入るにはさあどうでしょ う、どうでしょう。いいところいっているぞ。わあ、来ましたよ。本人も大きなガッツポーズ、はい、チャンスが出てきましたよ、はい、はい、ここからねもう理想はオールウェイです。はい、そうです。
ムソヒョンプロストライク、第7フレームはストライクを取っています。とってもいい感じで投げてます ね、はい、やっぱでもやっぱ左側の方が合ってるような、ねですね、印象ですね。右がちょっと遅いの、はい、考えて投げれば大丈夫だと思います。佐藤美香プロの第7フレームの投球です。食い込みがなかった。こっちはまっすぐ出ちゃいますね、はい、1枚ぐらいクロスしたいんですけどね。さあ安藤さん、ここ大事ですよ。さあ気になるか。惜しい。いや難しいのが残った。これ大変です、このスペアね。どうですか、この軌道だったり、ついたコースどうですか。いやいや、あのクロスしたかったので出ちゃったんです、ボールが、はいはい。これまたね、はい、あそこで曲がらないのであのミスが出ちゃうんですね。今日2つ目のオープンフレームができてしまいました。佐藤美香プロ。安藤さんは1投目のボールですか。はい、ね、そうですね、投げますね。8番もあるんで、そうするとチョップって5番が残るって場合があるので、しっかりこれ取りたいところですよ。難しいスペアになるぞ。取りました。危なかったですよ今。奥に隠れてるピンが難しいんですね。そうなんだ、はい、いやいや、曲がると5番ピンが残るし、はい、薄めくと奥が残るし、はい、はいはいはい、はい、うん、寺下千佳プロです。順位としてはかなり瀬戸際のところに立ち位置。熱いんじゃない、大丈夫、大丈夫ですか。はい、ストライクです。これでちょっと安心ですかね。200に乗りましたからね。そうですね、はい、ワンミスしてるんでね、はい、寺下はこれ7、8フレームで、まあ、ダブル取っていますので、オープンフレーム第2フレームのミスを帳消ししました。はいはい、ビッグ4ですか。スプリットとなってしまいました。これからキムソヒョンプロ、この遅いという右側のレーンですがストライクです。来ました、ね、はい、素晴らしい。これでキムソヒョンプロダブルということになっています。あの新人戦も調子良かったですけど、はい、まだあの良さは続いてますよね。勢いが残ってますか。残ってますね、はい、あのとっても良くなりましたよね、はいはい。さあいよいよこの第5ゲームが終わると、はい、18人の選考というところになっていきます。順位が消します。安藤プロ、あ、出ちゃいましたか。あ、薄いですね、はい、悔しそうな表情を見せました、はい、暫定順位が19位が安藤ひとみプロ、18位が寺下千佳プロという、まあ、このちょうどライン際のところが上位進出のデッドラインのところの2人が同ボックスで投げています。あの寺下さんはですね、毎年京都の神社に、はいはい、稲荷神社って言いましたかね、はい、小久保美希さんとお参り行くんですって、はい、はあはあ、必勝祈願ってことですか。お参り、はい、お参り行ってから2人ずっといいんですって、成績が。あ、ご利益が、はい、なるほど、あるんです。へえ、ちなみに、うん、杉本さんは、まあ、全米クイーンズで2連覇も達成されましたけれども、はい、ご自身の、なんか験担ぎとかルーティーンってあったんですか。いや、あんまり、あまりないんですか。あんまりなかったですね。へえ、あのそういう験担ぎとかっていうよりも、はい、まあ、いろんな人のがあの応援してる人がいたんで、はい、その人に連絡して、あ、その人の声を聞いて頑張ろうとかね。そうなんです、もう、うんうん、直に人とやり取りすることで気持ちを高めるっていう。そうなんです。さあその験担ぎの効果もあるんでしょうか、寺下千佳プロ。まあ、この感じでいけば、うん、他の選手はねちょっとわからないですけれども、うん、まあ上がれるんじゃないかという。大丈夫そうですね、はい、これ200で終わればね、下が曲がり
上がってきてないっていう話ですからね。そうでしたよね、はい。まあ、気になるのは20位の藤田舞プロ、そして21位のそのね、まさに一緒にっていうね、国防美希プロなんですけれども、加藤優也プロ、状況どうでしょう、分かりますか、この2人の状況。藤田舞プロは190点ペースぐらいで、はい、国防プロもそこまで先ほど打ってなかったですね。あ、なるほど。となるとじゃあそこまで大きな順位変動は考えづらいですよね。追い上げるのは安藤さんだけってことですね、はいはい、そうですね、はい、はい、なるほど。下からの追い上げがないとちょっと寺下さんは楽ですね。そうですね、はいはい。まあ、そうなるとよりこのね、今中継レーンのボックスの戦況っていうのが注目ですけどね。はい、そうですね。この寺下安藤の戦いです。15位の今井さんが隣で投げてますけど、そんなに落としてないみたいですからね。ダブル200ペースですからね。っていうことは安藤さん抜くのは本当に大変ですよね。なんかこう見えてきましたね、だんだん、はい、その準決勝のアウトラインがちょっと見え隠れするような第5ゲームの予想です。さあこれでいよいよ最終のテンプレ、ここまでしっかり粘りのボーリングができている寺下知花。やはり10フレームっていうのはスプリットを出さないことですね。倒れました、ストライク、はい、決まりましたね。おーというような安心した表情を見せました。そしてそれを追いかける安藤ひとみプロ、こちらもストライク、はい、ダブルを狙いに行きます。寺下知花、ダブル来ました、はい、もう固い、そんな感じがしますね、はいはいはい。安藤さんはこれパンチアウトして、はい、224打っとくと、はい、寺下さんは抜けなくても16位17位ない、確かにそこら辺のスコアによっては上がるかもしれないっていう、上がれる可能性あるので、もう一つが必要。これだ、うわー、こない、残ったか、210じゃダメですかね。220打っとくとチャンスあったかもしれないですね、はい。上が落とさない限りは、そうなんですよね、抜けないのでね。寺下知花ターキー来ました。しっかりと最後パンチアウト、うん、ワンミスしましたけどうまくまとめましたね、はい、213でこの第5ゲームを終えています。はい、安藤プロもしっかりとスペア、214で終えています。さあこの2人の、ね、順位変動が非常に気になるところ。そしてこの同ボックス4人の中で1つ抜けているキム・ソヒョン、いい感じですね、はい、ストライクです。安定しています。このままパンチアウトでいくと228というスコア、これもいいスコア、はい。そしてこの第5ゲーム少し苦労しました佐藤美香プロ、スプリットです。ちょっと佐藤さんが苦労しましたね、はい、はい、掴みきれませんでしたね。ダブルは1個あるんですけどね。そうなんです、はい、ただねオープンフレームが続いてるんですよね。そうですね、220オーバーを目指してキム・ソヒョンプロ、これもいいところ捉えていきました、はい、
最終投球へとターキーを目指してという220を超えてくるスコアになっています。左半分を取りました。佐藤美香プロは154でこの第5ゲームを終えています。はい、安藤さんね、はい、惜しかったかもしれない ね、 そうですね。ただね、もう一つ来てるとチャンスはあったかもしれませんよ。210代か20代かでね、はい、違うという話でした。そうですね、桑田さんと倉田萌さんの点数以下によってはね、はいはい、成績発表見待ちましょう。あ、最後はターキー締め、キムソヒョンプロ、うん、盤石の228。さあこれで第5ゲーム、ね、5ゲームが終わりました。終わりましたね、はい、杉本さん、いよいよ順位発表ですよ。発表ですね、どうなりましたかね、はい、杉本さん、昨日の予選も選手たち経験している中で、この準々決勝の5ゲームって、はい、こう改めて振り返られていかがでしたか。あのね、やはりだんだんこの50フィートのレーンに慣れてきて、どう攻めればいいかっていうのがね、はい、だんだん分かってきて、はいはい、うまく攻めるようになりましたよね、うん、はい。さあ、そしてスペシャルリポーターの加藤優也プロ、5ゲーム終わりましたけれども、この選手のこのアジャストとか調整という意味ではいかがでしたか。そうですね、やっぱ落ち着く場所がなかったみたいで、はい、ボール変化、ボールの交換ですか、はい、はい、目まぐるしく、はい、変えたりラインも変えたりしていましたね、はい。さあ、ここからまた順位が決まっていくということになりますが、気になるところです。さあ、この後準決勝に進出する18人がいよいよ発表されます。7位、川口富江。愛嬌ホームプレゼンツプロボーリングレディーストーナメント2022、準々決勝の5ゲームが終わりまして、現在その5ゲームを終えて予選と合わせたトータルピンの上位18人、いわゆる準決勝へ進出するメンバーが発表されています。改めて解説は杉本勝子さんとともにお伝えしています、はい、杉本さん、はい、1位中島瑞希、はい、2位松永博美、はい、3位堀井遥という上位3人ということで ね、うん、ですね、続々と今発表されていますけれども、はいはい、この顔ぶれ、そして順位の変動などご覧になっていかがでしたか。順位は上がちょっと変わってますけど、下の方は下から上がってきた人がいないようですね、はい、結局第4ゲーム終わりでの順位というか、うん、の18人というのがほぼ変わらずっていうところでしたよね。そうですね、はいはい、まあ、第5ゲームでひっくり返るかなという、ね、ところもあったんですけれども、まあ、姫路さんが13位から8位に上がってますけど ね、 そうですね。でも残るメンバーは18名は一緒です。ところがですね、はい、はい、そうすごいんですよ、なんと、はい、選抜組っていうか8ゲーム余分に投げてますよね、はい、10人いるんですよ、はい、だから18人のうち8人がシードプロ プロでそれよりも多い10人っていうのがいわゆる予選の予選から始まったプロ選抜大会っていうのを経た選手たちが食い込んでいるんですよね。ということはこのレーンはたくさん投げて慣れた方がいいってことですね。あ、やっぱ経験値が生きてるってことですね、ええええ、そういうことですね。さてレーンサイドスペシャルリポーター加藤優也プロ、いやこういった18人になりました。はい、そうですね、姫路プロが準々決勝進出25位から準決勝8位で通過ということ で、 そうです、ね、ものすごい打ち上げてますね、はい、最後の第5ゲームは257というね、はい、ビッグスコアだということで、ただ最後第5ゲームやっぱり加藤プロ動きはそんなになかったですね。そうですね、はい、ボーダー入れ替わらなかったですね、はいはい、まあ、18位19位のところでどうなるかっていうねところで白熱もしたんですけれども、まあ、こういったところの順位変動は起きず、18位照らした地下、そして19位安藤ひとみというねところで線が引かれました、はい、改めて杉本さん、これから準決勝へゲーム移行していきますけれども、うん、ここまでの戦いご覧になってやっぱりポイントどんなところになっていきましょう。いや今度はまたちょっと休憩があって、はい、レーンも変化すると思うんですよ、はい、後半5ゲームだと分かりません、5位に誰が食い込んでくるか。ただ数投げ込んでる人の強さがやっぱ如実に現れてます、 ますよね、はい、ただ中島さんはちょっと突っ走ってるので、はい、結構楽に
投げれますよね。そうですね、はいはい。まあ、準決勝はいわゆるトータルピン、今度合計26ゲームで上位5人ですからね、はいはいはい、どういったメンツが揃ってくるのかというのが非常に楽しみです。さて次回は準決勝の模様をお送りしていきます、はい、ここまでは解説は杉本勝子プロ、スペシャルリポーターは加藤優也プロ、そして実況寺田健人でお送りいたしました。